生意気な後輩。一月くらい前、俺が夜勤の仕事をしてた時のこと。二人一組で仕事するんだが、その時の相棒は入って研修を終えたばかりの新人。俺はそいつとは就任の時に顔合わせて挨拶した程度。愛想がいいわけでもなく、特に個人的な付き合いがあるわけじゃなかった。で、たまたまその日、そいつと組むことになったんだが、当然話題なんかない。まあ俺も沈黙が苦手とかじゃなかったので、特に話もせず待機してた。そしたらそいつがおもむろに。〇〇さん。あんた弟いるよね？って聞いてきたんだ。しかもタメ口。こいつにプライベートな話なんてしたことないし、話すつもりもなかったから、急にそんなこと言われて、は？ってなった。ま、会社の誰かが話したかもしれんけど、なんだこいつと思いながら様子を伺ってると、離れて住んでるんだよな。と言った。確かに俺は実家を出て、会社の近くで一人暮らしをしている。だからなんだよ、と俺が警戒しつつ答えると、そいつは唐突に。あんたの弟、今なんか怖い目に遭ってるみたいだぜ。と言い出した。俺がさらに不信感丸出しでそいつを見ていると、ふんと鼻先で笑いながら、嘘だと思うなら電話でもしてみたら？と言った。日付も変わったあたりなので、寝てるだろう弟を起こすにも忍びない。まだ学生だし、翌日は学校もあるし。そう逡巡していると、そいつはひょうひょうとした顔で。まあ、信じないならそれでもいいけど。今頃弟泣いてんだろうな。と言った。その態度にムカッときた俺は、弟に電話をかけてみることにした。何コールかして出なかったら寝てることにして切るつもりだった。なんだか釈然としないまま弟の携帯にかけると、驚いたことに何回もコールしないうちに弟が出た。あ、兄貴。どうしよう。家の外に何かいるんだよ。足音聞こえないのに何かいるんだ。すげえ怖えよ。どうしよう。兄貴も親父もいないし俺一人でどうしよう。なんだかこっちがびっくりするくらい動揺してる。とりあえず落ち着くように何があったのか聞くことにした。横目で相棒を見ると小馬鹿にしたような顔で俺を見てる。なんだか気味が悪かった。弟の話を聞くと、変な電話がかかってきたと思ったらいきなりチャイムを鳴らされた。見に行っても誰もいないのに、家の周囲を誰かが伺ってる気配がする。犬みたいな息遣いが聞こえるとのこと。怖くて仕方なくなってきたところで俺からの電話がかかってきたそうだ。にわかには信じられない話だが、隣に座ってる男の意味ありげな言葉と、現実に弟が怖がってる様子からして、何かが起こっているのは確かなようだった。しかし俺は仕事中だし、親父は出張で県外に出ている。すぐ助けに行くわけにはいかなかった。どうしようと思いながら、一生懸命弟をなだめていると、横からひょいと携帯を取り上げられた。何しやがんだ、と隣を見ると、そいつはまたひょうひょうと話し出した。あ、俺、君の兄貴の同僚。外になんかいるんでしょ？とりあえず家の中にいれば安全だから。夜が明けるまで我慢しててよ。大丈夫だって。布団かぶって寝ちまえばすぐ朝だよ。このあまりの口調の軽さに、思わず携帯を取り返そうと手を伸ばしたが、一足先に切られてしまった。取り上げて慌ててリダイヤルしようとすると、さ、仕事仕事。とさっさと言ってしまった。イライラと不安と焦りとで、やっと仕事から解放されると、俺は着替えもそこそこに実家に向かった。実家は車で40分くらいのところにある。もう夜はしらじらと明け始めていた。と、そこへ奴までついてきた。むっとして、なんでお前が来るんだよと言うと、弟のピンチ教えてやったの俺じゃん、と。
ニヤニヤ人の悪い笑みを浮かべていた。本心ではすげえ嫌だったけど、確かにこいつのおかげで弟の異常を知ることができたのは間違いない。勝手に助手席に乗り込んだ奴を無視して、俺は車を出した。俺の実家は古い平屋で、ガキの頃から住んでいる。親父の趣味で庭は小ざっぱり整えられている。玄関周りに異常はない。俺は中に入ると弟の部屋へ向かった。弟は部屋で布団に潜ったまま、俺の顔を見るなりすごい勢いで泣き出した。普段は生意気で気が強い弟が、まるで小さい子供みたいに俺にすがって泣き出したんだ。それほど怖い思いをしたってことだ。何があったのか聞こうにも、泣きじゃくって止まらない。俺はどうしていいかわからなくて、ただ呆然と弟の背中を撫でるしかなかった。するといつの間にか奴が部屋に入ってきていて、面白そうに俺たちを見下ろしていた。俺はその態度にムカついた。一体何なんだと、お前が何かしたんじゃないかと怒鳴りつけた。奴はまた小馬鹿にするように笑って、そんなわけないじゃんと言った。しっかりした家でよかったな。じゃなきゃ今頃大変なことになってたかもな。俺は意味がわからず、多分相当嫌な顔をしてたと思う。奴は苦笑いをして弟を覗き込んだ。で、どうやって連れてきちゃったわけ？弟はもうだいぶ落ち着いたみたいだったが、その質問の意味がわからないみたいで怪訝な顔をしていた。しばらくして怒りが蘇ってきたみたいで。知らねえよ、連れてくるってなんだよ、お前誰だよ。と毒づいた。その辺でやっといつもの弟に戻ったので、俺は何があったのかを尋ねた。だが弟にも何が起こっていたのかよくわかっていないみたいで、電話で聞いたのとあまり変わらない答えしか得られなかった。いわく、夜携帯が何度も鳴って、取ろうとするたびに切れる、しかも非通知で。イライラしてるうちにたまたま繋がって、変な女の声がして、その後チャイムが鳴ったらしい。見に行ったが誰もおらず、気味が悪くなって布団に入ったら、窓の外に何かの気配がし始めたらしい。俺の家の周りは防犯用に砂利が敷いてある。誰かがいたならその音がするはずなのに、何の音もなくただ気配だけがしてて。そのうち犬みたいな、は、は、と、息の音がし始めて、パニックになり始めた頃俺からの電話があったらしい。そこで、電話を代わった奴がそいつだと気づいたらしく、また怒り出した。大丈夫とか言って、全然大丈夫なんかじゃなかったよ。窓とかコンコン叩くし、いつまで経ってもいなくなんねえし。なんなんだよあれ。奴はまくし立てる弟を、まあまあとせいし、しれっとした顔をして。窓開けなくてよかったな。開けてたらお前、今頃ただじゃ済まなかったかもしれないぜ。それに朝になったらいなくなったろ？そう言われて弟は言葉に詰まったようだった。恐怖が蘇ったのか、俺のシャツを強く掴んでいる。そんな弟を見て、奴はどっかり腰を下ろした。一応家の周り見てみたんだけど、確かに何かいたね。さっき言ってた犬と、女。あ、今はいないぜ。諦めて帰ったみたいだ。お前、最近、犬とか見なかった？見なかったかと言われても、近所には犬を飼ってる家なんてたくさんある。おのずと見る機会はある。弟もそう言ったが、そこでふと思い出したらしく、ぼそっと。学校の帰りに、犬の死体を見た。と言った。この辺は割と田舎で、山の近くではよく動物を見かける。最近では野良犬も増えていて、たまに車にはねられた死体を見かけることがあった。だがそれも、稀とはいえよくあることだった。その時も、弟は、嫌なもん見ちゃったなくらいの気持ちだったらしい。その犬ってさ、黒くてでっかくなかった？奴が言うと、
弟は恐る恐るうなずいた。でさ、そこって前に人死んでねえ？女。それには俺がうなずいた。確かに弟の通学路では何年か前に交通事故があった。改めて弟にその犬の死体のあった場所を聞くと、まさに同じ場所だった。俺は気味が悪くなり、奴を見ると、奴は、それそれ、と言って弟を指さした。それ、連れてきちゃったんだよ。俺と弟は沈黙してしまった。理解の範疇を超えた奴の話について聞かねたんだ。だいたいそこを通りかかっただけで、なんで連れてくるとかいう話になるんだ。俺は置かれた住人だけど、俺自身は全くの霊感なので、子は面白いというか、話半分で見ていた。そんなのネットの中だけの話で、まさか自分の周りでそんなことが起きるなんて考えもしなかった。もちろん弟だって霊感だ。家族にも親戚にも霊感がある奴はいない。その沈黙を破ったのは弟だった。なんでついてくるのさ。俺全く関係ないじゃん。なんか波長が合っちゃったんじゃね？波長って？たまにいるんだよね。そうやって連れてきちゃうやつって。俺はなんだか奴が薄気味悪くなってきた。態度のデカさもそうだけど、この状況と、こいつの口調の軽さとのギャップが気持ち悪かった。まあ、でも家の作りもしっかりしてるし、方角も悪くないし、しばらくしたら諦めていなくなると思うよ。中に入れない限りな。そう言うと奴は、やれやれといった感じで立ち上がると。じゃあ、俺帰るわ。〇〇さん送ってってよ。と、部屋を出て行った。時計を見るともう8時を過ぎていた。俺は今日はもう学校行きたくないという弟に無理やり支度させ、車に押し込んだ。助手席には、ちゃっかり奴が乗り込んでいる。普段の道は避け、弟を資料にやや遅れて学校に送り届けた後、奴の足が置いてある職場まで送っていった。奴は折り紙に。〇〇さん明日のシフト変わってあげるよ。弟についててやれば？と言った。いい奴なんだか嫌な奴なんだかわからない。すまん。と礼を言うと、人の悪い笑みを浮かべて。今度酒を奢ってくださいよ、先輩。と言い残し、自分の車に乗り込むとさっさと言ってしまった。とりあえず俺はまた実家に戻り、弟からの連絡があるまで爆睡し、迎えに行きがてら花と線香を買い、帰りにその犬の死体があったという場所で、二人で両手を合わせて帰ってきた。その晩は二人して仏壇のある部屋で寝て、次の日も学校まで送り、出張から帰ってきた親父に事の顛末を簡単に説明して、バトンタッチしてアパートに帰った。その後は特に何もない。事務所で奴と顔を合わせた時に、いつ飲みに行こうかなんて話をしたくらいだ。